I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters, from our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics. Our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. おつかりめん、カラフルハイスクール本音で語ろう。ティーンの今の声を聞き、一緒に話していくコーナーです。一緒に話してくれるのはこの方。あんちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。時計かっこいいですね。あ、そうですか、うん。ありがとうございます。そういうことは言うと思わなかった。こうやって距離を詰めていくってどうですか。なるほど。ありがとうございます。それでは今日話してくれるのはこの方です。自己紹介お願いします。はい、高校3年生の安岡瑞希と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。瑞希さんは高校3年生、はい、特技が英語ですか。そうですね、英語は得意な方だと思います。そう、私はね、話すことあるんよ、英語で。ああ、もうペラペラネイティブみたいな。ちょっと英語でいくらか往復してもらってもいいですか。あ、いいよ。瑞希、What did you do today? I went to schoolAnd after that, I went to Tianjin with my friend. You had school today? You were not summer vacation? No, it's summer vacation, but I have to submit the document for the university, so that's why I went to school today. Ah, なるほど。わかった、さまさん。なるほど、わからん。すごいですね。あ、本当に普通に会話できますよ。ちなみにどういうことを話したんですか？あの、今日は何をしたって、うん、学校に行っていろんな書類出して、その後展示に行った、友達と遊んだみたいな感じ。あの、ジャパニーズ丸出しで申し訳ないんですけど、英語で会話されるとすごい深い話されてるように感じるんですよね。いや、本当ですか。すごい、そんな話だったんですね。あ、そう、もう本当に普通の話です。外国にじゃあいたことがあるんですか、水木さんは。そうですね、結構何カ国か、あの、旅行でも行ったし、あの、はい、一人でホームステイしに行ったこともあります。へえ、例えばどこ行きました。旅行だと、あの、ヨーロッパ、ハンガリーが一番長くて1ヶ月ぐらいいたことがあって。いいですね、行ってみたいですね、はい、ハンガリー行ったことないね、私。すごくいい国でした。で、一人でホームステイ行ったのは、台湾とかブータン、はい、タイ、そこら辺、アジア系の国が多かったです。ブータンってあんまり聞かないですよね。ブータンすごい興味深いよね。どんなところですか、ブータン。ブータンすごく、あの、人が優しくて、あの、多分日本って調べて行ったんですけど、はい、でも調べた内容よりも、その想像を上回る、すごくいい国で、あの、思ってたより、すごく広くて、あの、動物がそこら辺にずわーって歩き回ってるのも、みんな動物を避けて生活して、すごい人と動物と、みたいな、人と自然と、すごく共存してる、あの、素敵な国だなと思いました。どういう動物？例えば、ヤギとか、牛とか、馬とか、猿とか、鶏とか、あの、日本じゃ考えられない環境です。面白いね。もう日常がもうアニマルパークって感じってことですよね。そんな感じでした。そうですか。やっぱ海外に行ったことによって、やっぱり考え方変わったんですか？そうですね。あの、一番最初にホームステイに行ったのがブータンで、あの、そこから、その、自分のマインドが180度変わったなっていうふうに言えるかもしれない。そうですか。じゃあ、そこからかもしれないですけど、これだけは言わせてってことって何かあります？私が言いたいことは、子供の生きる力を育てるために、時代に合ったチャレンジの機会を提供してほしいっていうことです。そういう時代に合ったチャレンジってどういうことですかね、例えば。例えば、あの、時代に合ったっていうのだと、あの、教育現場における、その、教育現場において、その世界って意外と進んでるなっていうのを、あの、自分が海外に行った時に感じました。あの、ホームステイに行った時、計4回ホームステイ行ったんですけど、
ブータンとタイと台湾とカナダと行った時、そのそれぞれ学校にも通ってみて、うん、そのどの国に行ってもやっぱり日本より進んでるなっていうのはすごく感じました。ブータンも日本より進んでた？ブータンもすごく日本より進んでて、例えば、うん、私行った時小4だったんですけど、うん、だから今から7年前ぐらい、あの日本でその時やっとスマホがすごく一般的になってきて、でもやっぱり子供が小学生でスマホ持つのは考えられないっていう、なんそういう雰囲気があった時で、うん、だから私もパソコン持ってないしスマホ持ってないしっていう時だったんですけど、うん、あのブータンって日本人は開発途上国っていうふうに思ってると思うんです、うん、まあ、実際インフラ設備が未発達だっていうところは事実としてあったんですけど、だけどそういうふうな国の子たちが先進国であるはずの日本の私たちよりも圧倒的に電子機器を使いこなしてて、英語もペラペラだったし、あのすごくそこは違いを感じました。確かにね、日本だとなかなか電子機器もそうだし英語ペラペラもすごいねって言われますもんね私みたいなのがいっぱいいますから、うん、そこはやっぱりなんですかね、こう、グローバルになってってるってことですよね、他の国はより。そうですね、より国際化が身近な存在。その日本はそこまでグローバルにマインドがないから英語はあんまり話せないって、その2つのことがつながってるわけと思ってるわけ。うん、なんかどちらかというと日本はその自分から頑張ってそのチャレンジをしようっていうふうに思ったらすごく身近に感じるところではあるけど、うん、でもやっぱりナチュラルにその日常生活をしていて、あの感じること、自然に感じることっていうのはすごくない、なんか少ないなっていうふうに感じました。どういうふうに それに関してどういうふうに日本変わってほしい？まずは日本の、教育現場でもっと自然に外国人と関わる機会を提供するっていうのが必要なのかなと思ってて、なんか例えばあの私家が久留米なんですけど、あの私が住んでる地域ではあのコンビニの店員さんとかもあのほとんど東南アジア系の外国人の方が、うん、そうですね、あのアルバイトをしてらっしゃって、であの普通に街歩いてる時とかもあのすれ違う人すごく外国人の割合が高いんですけど、うん、でもなんかそういう人たちって街ではよく見かけるのに、なんか教育現場にはあまりいないし、なんかその国とか人、文化、宗教に触れる機会がその学校とかでもっとあったら、あその世界、自分の国とか自分だけっていうじゃなくて、もっと世界の人のこととか国のこととか理解して想像力働かせて、なんか多様性を受け入れられるようになるんじゃないかなって思いました。やっぱりこれはもう普段から外国の方と触れる機会っていうんですかね、まあ、それもちょっと国民性かもしれないんだよね。まあそうですね、やっぱりあの前話したやっぱりその知らない人を話しかけること、日本人でもあんまりしないとか。そうですね、外国人になるとそのハードルはさらに高くなるんですよね、まあ、言葉も難しいし、ね、言葉の壁もあるしね。やっぱりもうあんちゃんが各学校回るしかないですよまずは種まいていかないと。そうね、水木さんとあんちゃんで回っていただきたいと思います。一緒に行こうよ水木さん、行こう行こう水木さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ゲームなんだ、やった。リンクの貝月ラナと大空莉子です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローをお願いします。ポッドキャストもリンクリック。